栄養。栄養、栄養とは、生物が体外、外界から物質を摂取し、それを体を構成したり、維持したり、生活活動を行ったりするのに役立たせる現象。以前は栄養と表記されることも多かった。なお、栄養は、体外から取り入れられる物質のことも指しているが、取り入れられる物質は、より厳密には栄養素と呼ばれる。 栄養とは、生体が外界から物質を取り込むことや、取り込むことにより、体の機能を維持したり高めたりすることである。別の表現をすると、口から入った食品を消化、分解、吸収などを通して利用す、健康に生きてゆくための様々な営みを指すための総称である。生物は、こうした栄養という営みを通して、体を構成する成分を作り、 体内でエネルギーを生み出して生きている。日常的には栄養という言葉で栄養素も指し、さらには栄養素を含む食品まで指すことがある。ただし学級的な場では栄養、栄養素と呼び分けることが好まれることが多い。なお、英語でもヌートリションという語は栄養、栄養素及び栄養を含む食品全般を指して用いられており、 しかも、ヌートリションイコール食品という用法は極めて一般的である。栄養は3つの段階に分けることができる。第1段階は、食物や飲み物を体内に取り込む。第2段階は、体が食物や飲み物を栄養素に分解する。第3段階は、栄養素が血流を通って、体の他の部分に回り、燃料、エネルギー源としてあるいは他の目的。 体の組織を構成するためなどに使われる。人間は体に十分な栄養を与えるために、主要な栄養素を含む食物を食べ、飲み物を飲まなくてはならないのである。栄養素は一般的には食品から摂取する。食品や食事の面から栄養を研究する学問が栄養学である。以前の表記は栄養とされることも多かった。1918年頃、 栄養学の創始者である、埼木則により、栄養に統一するように提言された。エイ,ワイトナむだけれど、エイは栄えるであり、健康を増進する意味合いがある。埼木則が少年時代育った愛媛県伊予群群中町の栄養寺には、埼木則博士の栄養の書と栄養検証費が混流されている。中国の四十八年頃の新書では栄養は、 自食獣の意味で使われていた。元は栄養素に富んだ状態を、需養に富んだと表現していたが、戦後の漢字制限によってこの後学校教育で学ぶ機会がなくなり、代わりに栄養に富んだという表現が一般化した。現代の栄養学では、栄養の働きを大まかに三つに分けて考えている。一、エネルギーになる。二、体を作る。三、体の調子を整える。 である。の、エネルギーになるの役割を果たしている。栄養素の中でも重要なものが三大栄養素と呼ばれるものである。人間などの生物にとって三大栄養素とは、炭水化物、タンパク質、脂質である。炭水化物は糖質とも呼ぶ。三大栄養素のうち、炭水化物を除いた、タンパク質と脂質は、二の、体を作るの役割果たしている。 5大栄養素というと、さっき3大栄養素にミネラルとビタミンが加わる。ビタミンとミネラルの主な働きは、の、体の調子を整えることである。忘れてならないが、水も必須の物質である。水は人の体重の60から70%を占める体の主要成分であり、栄養素を運搬する体液にも水は含まれている。他にも人は食物繊維。 酵素、フィトケミカル等々の要素も健康のために実際上必要としている。5大栄養素に水も加えて6大栄養素と表現することもあり、水の代わりに食物繊維を加えて6大栄養素と表現することもある。エネルギー性の栄養素、脂質や炭水化物イコール糖質を取りすぎると肥満につながり、生活習慣病を引き起こす可能性が高くなる。 反対に栄養素の摂取が少なすぎると痩せすぎたり体力が減退したり集中力を失ったりする栄養素全般が足りないあるいは摂取する栄養素に偏りがある状態を栄養失調というつまり健康のためには程よい量の栄養素を摂取することが大切になるついちあたりに必要となるエネルギー量は体格や 運動量によって一人一人異なっている。必要エネルギーは基礎代謝量と身体活動レベルを用いて概算することができる。身体活動レベルは下の表の右側の生活パターンを見て自分の生活がどれに属するか判断し、左から2番目の身体活動レベルの数値を読み取る。計算式は以下のようになる。例えば年齢が30代で、 通勤して、デスクワーク中心の仕事をしている人、イコール身体活動レベルが、普通、つまり、数値が1.75の人ならば1日のエネルギー、必要量は、基礎代謝量が1520キロカロリーの男性では、基礎代謝量が1140キロカロリーの女性では、大まかに言えば、この数値を超えて、カロリーを摂取すると太ってゆく、と、判断できる。 健康への近道は栄養素をグループ、食品群に分け、それぞれの食品群からバランスよく食品を選び食事、献立、メニューに入れることである。このバランスの目安になる、要厚生労働省と農林水産省が2006年に食事バランスガイドを策定している。生物学では生物を栄養の観点からは、 独立栄養生物と従属栄養生物に分ける。ここでは栄養が無機物のみを取り入れる独立栄養と有機物も取り入れる従属栄養に分けられている。医学や解剖学において栄養という表現はある血管、特に動脈が特定の器官に酸素や栄養を供給することとして用いられることがある。五大脳動脈は 大脳の高等葉と側頭葉を栄養すると左辺同士に用いたり肺の栄養血管は肺動脈ではなく気管支動脈であるなどというような使い方をする。医学や解剖学において同様の意味で英語が用いられているときサプライという英語を栄養という日本語に訳していることがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。